CR-2 クーペ、CW-19、CW-23、CW-19、RCW-19 RC は、1930年代半ばに、アメリカ合衆国で設計、製造された民間向けの汎用機である。CW-23 軍用練習機の試作機を、含めた、いくつかの派生型が少数生産された。 カーチスライト社との合併とカーチスロバートソンブランドの廃止までの短い期間、本機はカーチスロバートソン CR-2 クーペと呼ばれていた。本機は固定のオリン式硬着装置を持つ並列複座の全金属製の型持ち式低翼単容機であり、2名の乗員が並列に並んで登場した。オリジナルの CR-2 試作機を除くすべての型に共通の特徴は、 大きなズボン型の主脚多いであった。当初意図していた民間市場向けの設計は完遂されなかったが、間もなくタンデム配置のキャビンへの変更と、機関銃と爆弾を搭載できるようにした軍用機型が開発された。カーチスライト社はこの軍用機型を地上攻撃機として輸出市場で販売することに期待していたが、受注したのは中華民国空軍の20機と、 キューバ空軍の3機のみであった。無武装の練習機型も開発されて、アメリカ陸軍航空隊に提案されたが、発注はされなかった。この機種の市場開拓の最後の試みとして、エンジン出力を 450HP から 600HP へ増強し、降着装置を引き込み式とした方が、CW-23 として再度、ユージックに提案された。今度は、 高等練習機として提案されたが、この用途への需要はなかった。CW-19 ははるかに成功を収めた、CW-21 と CW-22 の設計の基礎となった。CW-19R 出展、カーティスエアクラフト1907-1947初言性能武装1、30陰気感重。ありがとうございます。